あら、こんなところで会うなんて奇遇ね。お仕事中かしら？私も仕事でここにいるのよ。時々だけど、ここの生徒たちに授業をしているの。その代わりに実験の時に教室を借りてる。今もちょうど実験の準備をしていたところで。そうだ、今から実験台になってくれない？この前約束してくれたでしょ。安心して、今回の実験は危険なものじゃないわ。多分もう帰っちゃうの？残念。どうしたのかしら？もしかしてドアが開かない？実はね、教室には結界魔法が展開してあるの。私が魔法を解かない限り誰も出入りはできない。驚いた？普段は実験動物を逃がさないために使ってるんだけど、備えあれば憂いなしね。逃げ場もなくなったことだし、諦めて協力してちょうだい。最近は特殊な香りを生むバラの品種改良をしているの。これなんだけど、見てこの花、素敵な色合いよね。はい、このバラの香りを嗅いでみて。そうすれば君は私の言うことを何でも聞いちゃうようになるわ。いつまで我慢できるかしら？だんだん苦しくなってきたでしょ。人思いに吸っていいのよ。さあ、楽になりなさい。今吸ったわね。すぐに効果が出てくるわよ。だんだん眠くなってきたでしょう。ほら、ここに座って。それじゃあまずは催眠術にかかっているか確認ね。君の名前は？いい子ね。ちゃんと催眠にかかっているみたい。じゃあ次の質問よ。君の一番恥ずかしかった過去の思い出を教えて。え？ない？そんなわけ。恥ずかしい記憶は残りやすいはずなのに。どうして恥ずかしい思い出がないのか教えてくれる？記憶喪失？そうだったの。記憶の復元は今みたいな軽い術じゃ難しいか。じゃあ今の君が知っている自分のことを全部教えてくれる？へえ、そんなことが。それで？それは興味深いわね。プリンセスナイト？女の子を強くできる変わった力？そんなことが可能なの？面白いわね。その話、もっと詳しく聞かせてちょうだい。今から3つ数えたら、君は目が覚めるわ。1、2、3。